先生、なんかタロットに関して言いたいことがあるって聞いたんですけど、何なんでしょう？さ、タロットをなんかね、神様扱うみたく扱ってる人たちがいるじゃない、たまに。でも確かにね、私たちみたいな、素人っていうか、あまりタロットについて詳しく知らない人にとったら、なんかタロットって神秘なものが宿ってるっていうようなイメージがあって、だから僕タロット初めて買ったのって中学校2年生なんですよ。なんかクラスメートで流行ってて、しかも男の間で流行ってたんですよ。キモ。で、男の友達がタロット何買っなの、て、何してんでの。ね、男の友達がタロット買ってきて、タロット買ったんだ俺もなんて言ってて、で気も持ち悪い。一枚一枚出しながら、なんか鼻に当てて匂いを嗅ぎながら、何なんのかためわかんないに、けど、なんで匂い。一枚一枚こうやって寝ながら、すげーとか言ってんですわよ。けわかんない。いや、わかんないんだけど、タロットなんかすげえなーとかなんか言ってんですよ。どうすごいんだよ。だから、なんか、いやで、俺もそれで影響を受けて買ったんですよ。で、なんかしばらくやってたんですよね。で、結構なんか、タロットってなんかお守りになるってなんか聞いてて、で、僕タロット持ち歩いててお守り代わりにっていうこともあったんですよ。で、何を持ってたの？魔術師だったかな？何のために？なんかの見て、僕、さそり座だから、さそり座は、魔術師って書いてあったのかな？もしくはなんか、とにかく何だろう、何かで生年月日だか血液型だか、なんだ、干支だか年齢だかはなんか分かりませんけれども、とにかく何かで調べて、私の守りになるのは魔術師だってなんかどっかに書いてあったんですよ。その時もう中学校2年生の時なんで、もう覚えてないんですけど、それをずっと持ってて、高校受験の日もそれを持って高校受験受けたっていう覚えがありますね。青いな。そうですね。そうか。だからそういう感じの認識はありますよ、確かに。どうなん、違うんですか？お守りにする場合もあるよね。それはありなんですか？ありだと思うよ。ただ、お守りっつってもやっぱ神社とかでいただいてくるような、ああいうお守りとはちょっと違うよね。そういうのとはちょっと種類の違うお守りということなんですそうか？だね。パワーストーンと同じようなもんじゃない。自分で選んで、自分でこういう願いを叶えたいとか、こういうふうにしたいとか、これを気をつけたいとか、そういう意識を持ってそのカードを持ち歩くのが効果が現れる。自分の思いのよりしろみたいなもんですかね。だからあもう、る意味道具なんだよね、やっぱなり。るほどね。媒介みたいなもんですよね。そうだね。だだからから自分の気持ちの投影のものっていうか。だから要するに、その神社なんかで、神社の神様の願いが乗り移ったありがたいものっていうのとはちょっと違うわけですよね。分け身玉みたいなあんなんではなないるほくっどてね。ね。ただね、なかなかね、私たちみたいなですね、素人だと、パワーストーンも神社のお守りも、その違いって言ってもね、あまりピンとこないんですよね、やっぱり素人的に言うと。でもさ、パワーストーンを選ぶ時も、神様のお守りを選ぶ時も共通してさ、何のお守りが欲しいって言ったり、選びに行ったりするじゃない？そうですね。誰かが子供生まれるから安産のお守りをあげたいとか、受験だから合格のとかあありるまですしね。ょ？だからそこが似ちゃってるから紛らわしいのかな。そういうことかもしれないですね。そうですね、持ってる気持ちって変わんないんですよね、とにかくね。そうね。紛らわしいのはそこかもしれない。そこに入ってるものは、多分そういうのは見える人にとっては違うっていうね。だけど、そういうの見えない人にとっては、持ってて、それで元気づけられてる、なんか効いてる気がするみたいなさ、そういう感じですもんね、やっぱり素人にとってみると。私が思ってることだけどね、神社とかお寺とかのは、こう目に見えない上の方々が守ってくれる力が入ってるもの。パワーストーンっていうのは、私たちには感じられない微弱な波動みたいな、電磁波みたいなのとか出してるわけじゃない、周波数の。なんかそういうのと、私たちが気づかないところでこう反応し合って、なんか異変を起こしてんだと思うのね。ほら、なるほど遠ね。赤外線とかトルマリンとかあんじゃない。なんかだから共同作業みたいな感じのとこありますよね、そう、だパワーからストーンと自かね。分の内側からこう盛り上げていくようなお守りなわけよ。なるほどなるほど。共鳴作用なんですね、お互いの。そう、だから
例えばさ、あの遠赤外線靴下みたいなので冷えないぞみたいな、なるほど、あんな感じでこう、うん、自分のな内側から沸かせる、うんうん、なんかこうもうちょっと力が欲しい時に、うん、内側から沸かせる勢いみたいなのが欲しい時っていうのに適してるかなと思うのね、うんうんうん、なるほど、うん、でタロットの場合は絵柄がいいとか、うん、なんかこの絵惹かれる、この色いいとかあるわけじゃない、うんうん、そういうのってやっぱ心理の投影だと思うのよ、うんうんうん、心の、なるほど、うん、そうですね、そうだから自分の心が、例えばこの絵のように元気になりたいとか、はい、こんな感じになりたいとか、こういうのを見て慰められたいとか、ええ、自分なりの思いでその絵を気に入るわけじゃない、ええ、うん、そうですね、うん、だから、うん、お守りとして一旦持ったとしても、うん、だんだんね毎日見てると、うん、なんか違ってきたって気がする時があると思うのよ、うん、そこで固くなに、うん、これがお守りなんだと決めないで、うん、潔く他のカード、うん、次にいいなと思うカードにスルッと変えて、うん、まあ、今までのはありがとう、うん、でいいと思うのね、今までありがとうございましたで済む話なわけですね、うん、そうだよ、だって積み重ねてきた結果が別の形に変わるんだもの、なるほどね、うん、それ考えたら、うん、タロットである必要ないわけですよね、そうだね、例えば好きな歌手のブロマイドとかでも、そうだね、これが俺のお守りだって思ったらお守りになっちゃうわけですよね、うん、そうだよ、まあ、あのタロットからちょっと話が随分それましたんで、うん、まあとにかく、はい、あのね、タロットのために祭壇も受けてる人とかいるんだよ。あ、そうなんですか。わけわかんないでしょ。あと、なんか魔法陣みたいのがあって、そこにタロットを置いて、で、こう、お香を四隅に置いて、なんか呪文を唱えて玉入れするとかいうのもあんのよ。あ、そうなんですか。しゃらくせえと思わない？そうなんですか。そんなことしなくたって、ね、タロットはちゃんと媒体になってくれるしさ、なるほどね、道具なわけじゃない？つうか、相棒みたいなもんだよね、なんかさ、カバンとかさ、割とそういうのない？カバンね、お財布とかさ、ありますね、靴とかさ、カバン、例えば僕の仕事でずっと使ってるカバンなんかまさにパートナーですよね、手帳とかさ、うん、そんな感じでなくてはならない相棒みたいな、うん、長い付き合いのみたいな、そうですよね、そう、うん、付き合っていくうちにどんどん味が出てくるような、そういう道具なわけよ、うん、そうですね、うん、なるほどね、そう、でもただの道具とはちょっと違う思い入れがあるみたいな。